何をしてるんだ。ナイス CO だな。結構シェリフで CO すんの戸惑うのにな。クルーメイトです。ふい。あー完璧。うん。はいどうも。おいしい。はい、はい、どうも。なんかねめっちゃ愛しいなと思うのが、うん、菅井さん決まってから告知の時とかに高田村のネタみたいなのをつぶやいてくれてて、うん、なんかあの、うん、エンジンルームで生まれた歌とか、あ、 あとエクレア買って参戦しますって言ってくださってたじゃない。ありがたいね。あの曲好きなんですよ、うん、ハイブリさんのとこにアップされてんの、いつも聞きに行ってんすよ時々。すごい見てくれてる。ぜひ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 聞いてください。僕の音楽聞いてください。だけどね、あのクイズの僕がすごい好きな菅井さん大好きな視聴者さんは全く意味わかんないから、いいですねエクレア美味しそうみたいな。ただエクレア好きな人になってて面白かった。わかんないからな見てて、甘いのいいですねってなってて。あオラハイ、あー、まあ、これ菅井さん入れましたね。なんで入れましたねこれ。いやいやそんなするわけないじゃないですか。意識過剰です本当に。何をしてるんだ。ゲンさん左。どっちも左だと思うなこれ。どっちも左だね。武器庫にいましたねゲンさんは。いたね。うん、鬼木が隠しろです。あやった。停電直したのは誰ですか。コミサボだよ。あコミサボだよ。どうした。コミサボだよ。あれまだつっちゃダメだぞ。確認だけど。みんな今日クッとしてる。みんなふわっふわやな。今日なんか変になったみんな思わす。まあまあ言い間違いねこれ。はいはい。コミサボね、コミサボ直したのは誰ですかと。アルマくんが直しました。僕です、僕が直しました。で、僕がコミサボ直す前に武器公営でゲンさんを見てます。はい、コミサボだった、うん、そう。最後入ってきたのは慎太郎くんだっけ。入ってきたので、あ、慎様ですね。そう、僕と菅井さんがコミサボに向かってました、はい、展望デッキのアップロードから一緒に行きました。慎太郎と菅井さんが怪しい理由があって、うん、武器庫でゲンさんと慎太郎がダウンロードしていて、うん、でそれを見た状態で俺がコクピットに入りコミサボの中を確認で、配線やってる時にコミサボが鳴り、アルマがコミサボの方に向かったんだけど、ゲンさんってダウンロードしてた状態でコミサボに来てないからアップロードに向かってるはずなので、ね、ゲンさんね武器庫の銃しまいに行ってるんですよ。その僕がダウンロード終わって目を離した瞬間にゲンさんが武器庫の上の方に吸い込まれていってるのを見て僕がアップロードに行ってるんで、でこっち側に来てないのでもうそこで殺されたか、もしくは武器庫のタスクをやった後にコミサボに向かったから、武器庫上では死んでなくて、武器庫上は僕が、銃をしまいに行った時に出てくゲンさんとすれ違っていて、でその後上に行ってエンジン配線をしに行く時になんかコミ内にチラッと行く高田さんを見て、でエンジン配線を終わらせたらコミサボが来て僕がコミサボ直したって感じです。え、菅井さんってどうやってそのアップロード方面に展望の方に行ったの。え、僕は最初キッチンにいて、あ、いたっけ。あ、キッチンにはいました。キッチンにいて、で、キッチンにいて上に行って、武器庫の方に最初行って、はいはいはい、でまた戻ってアップロードの方に、行きました。それはあの、あ、なるほど。あ、じゃあ菅井さんはもう格黒じゃないですか、うん、ダウンロードしてない、ね、うん、ダウンロードしてないね多分。いやいや、あの、あ、弁当掃除が。弁当掃除が。危ない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 。はい、みんな何考えてんだよみんな。
姿ロミアの三人がいや。じゃあ藤宮くんそれで。はい。いや、あの僕全然破綻してなくて、まあ、菅井さんがタスクから角黒、藤宮くんが小見さんを間違えたから人外じゃないですか。はい。別に僕何も破綻してないんで。藤宮くんそれで終わりと。したらキッチンぐらいですね。多分。あれできるとしたらね、インポスター1高いのどっちだっけ、タロちゃんかミヤちゃんか。まあ藤宮か慎太郎でしょ。いや藤宮くんでしょ。位置的にはそれはわざわざ間違いないですよ。いや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 、位置的には慎様だとは思う。場所的にはインポスターだったらミヤさんキルするかなって、うん、まあそれはそう。コミサボ鳴らしてわざわざキッチン武器庫でキルしに行くっていう、まあ、僕貨物脇で武器庫まで行ってるんですけどね。インポスターどっち、貨物脇で武器庫。運動会あえて怪しい動きしようと思ってね。え、オラ君って左予想なんだっけ。両方左行ってだろうね。あ、ちょっとそのオラフ君、ナナコさんが左って言ってたよね。僕最初あの初動でゲンさんと慎太郎君とオラフ君だと思ってたけど、ゲンさんと慎太郎は確定だけど、オラフ君はごめん、はっきりとは覚えてない。あ、そうなの。僕はゲンさんしか左で見てないです。なんか誰かが初動で、あ、会議初手で両方左って言ってたから両方左だと思って会議しました。あ、そうなの。ごめん、あれ言ってなかったっけ。いや、俺が多分ね、見間違いで言ってるかもしれない。俺もあんま言った覚えがないわ。あれでも、オラフであれば、藤宮くんつってほしいな。でも、菅井さんが、でも、菅井さんが原産切ってて、で、藤宮くんが誰かしらの人外、まとめとかインポスターとか。あのね、気になるのが、慎太郎って菅井さんと、展望デッキにいたわけじゃん。そうですね。多分、アップロード部分から出てきたっていう証言を最初にしていて、慎太郎ってさ、ダウンロードしていたのね、原産と。なのにもかかわらず慎太郎から見たときに、あ、ダウンロードしていないほぼ確定の菅井さんに疑い向けない慎太郎が非常におかしいから。いや、僕はだって菅井さんがどこでダウンロードやったか分かんないから、あの段階では。そうだそうだ、それまでターンとかどっちの。無理やろ、ダウンロードする場所がほとんどなくて慎太郎のポジションぐらいしかない。いや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 、そんな進み方ないと思うんですよ僕は。いや、非人道的な、人間の心がない精査を。人間の心がないですよ、人道精査。おかしいと思った。これだからクレイメイトは困る。人外じゃねえか。あ、終わるんだね。え、負けたんだ。負けたんですけど。なんか負けたけど。小田さんしかいない。負けた。俺一人で勝ちました。どういうこと？どんな画面これ？何が起きたのこれ？高田さんの一人勝ちです。全員消された。謎。ごめんなさい、慎太郎さん。いや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 。もう。いや、僕もそこ。藤宮が巨人？いや、来る。いや。あ、クルーなんだ。ハイブリさん。ハイブリさん。え、そう。え、マット俺。おめえクルーかよ。え、俺クルーやで。ああ、じゃあ抜けが出たかもしれない。今ちょっとダグってたから。ああ。めちゃめちゃタスクしてたね。いや、クルー。そうだろ。なんでタロちゃんにいいぞいいぞじゃねえんだよ。ただタロちゃん好きなやつじゃねえ。いや、いいね。タスク精査。なんかいいね。ダメですよ。もう違う。もう違う。精査が一番難しいからな、もう。配信始める前に、菅井さんも、あの、これ4回目ぐらいのアマースなんですよねって楽しそうに言ってたのさ。聞いてるんだけど。一番やられるとこ出ちゃいましたね、これはもう。精査だけはマジで無理って感じ。いや、もう、菅井さんが展望って言った瞬間に、いや、もう絶対人外だろうなと思いつつ、誰か言ってくんないかなと思って。アルマが言ってくれて、いや僕は弁当掃除って言ったら、まあ、何もつくむ気はなかったですけど、まあ、アップロードって言ったから人外だってなっちゃいました。いやうちはあの忖度ないんでね。そうですよ、それはね、やっぱそれはそうしてまあ、やっぱガチガチに行くんで。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。